はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。はい、今回ね、今ちょっと、モコタのね、お散歩から帰ってきて、ちょっと手がかじかんでるとかちょっと寒いんですけど、ね、ちょっと今回ちょっと大変、嬉しいことがありまして、それをね、ちょっと、語らせていただこうかなと思って、この動画を作りました。今回ですね、僕のチャンネルがね、チャンネル登録者数ですね、が、1万人を突破したということで、先日、その動画を出しましたが、まあ、その際にね、まあ、いろんな方から、おめでとうございますと、ね、そういう、ね、賞賛の、ね、言葉をいろいろ、いろんな方から、いただいたんですが、今回ね、ツイッターの方で、タストロさんですね、タストロさん。タストロさんがね、おめでとうございますっていう言葉と同時に、なんとね、イラストをですね、記念の、イラストですよね、絵を描いてくれたんですよ、まさかのね。はい。1万人突破おめでとうございますということで、イラストを描いてくれました。すごい嬉しい。というわけで、イラストはこちらになります。ドン！はい。こんな感じでございます。すっごい、うまいですよね、これ。いや、すっごい、めっちゃ嬉しいんだけど、これ。いやー、本当に おめでとうございますとかね、本当に言っていただけるのも嬉しいですし、ね、嬉しかったんですけど、本当にね、こういった、なんていうんですかね、思いがけないサプライズっていうか、ね、リスナーさんからそういうプレゼントですよね。ある意味、そういうプレゼント的な、ね、ことをね、もらうのは本当に初めてなんで、ものすごく嬉しいです。はい。タストロさん、本当ありがとうございます。本当にね。はい。これ、かっこいい。めっちゃうまいですよね。これ、ディアボロの僕がいつも使ってるコスチュームの。ね、これ。時は刻み始める。で、ギガプロト様。登録者数、1万人おめでとうございますと。いやー、嬉しいですね。本当に。こんなにね、思いがけないサプライズがあると思ってなかったです。本当に。うん。僕もね、まあ、絵も、まあ、一応、描きはするんですけど、ここまで、こう、色塗りとかね、特に、僕の場合、ちょっと苦手なんで、できないんですけど、本当にね、うまいね、これ。本当に上手ですよね。本当に。僕だったら、ちょっと、色塗りはちょっと、できないかなっていう感じですけど、まあ、とりあえずね、本当にタストロさんありがとうございます。本当にこの素晴らしいイラスト。ね。ありがとうございます。本当に嬉しいです。さっきから本当にって何回言うんだっけっていう感じですけど、本当にね、こういったもう本当にリスナーさんからのもうプレゼントですよね。サプライズとかプレゼントみたいな。そういうのをね、いただくのは初めてなんで、本当嬉しいです。本当にね。いやー、本当にこれでね、なんかこう、本当にこう、1万人こう突破したんだなっていう、なんかこう、なんですかね、節目を自分でも感じるなっていうところもありますしね、なんか非常にこう、やる気が出てくるっていうか、本当にね、励みになります。本当に、本当嬉しい。ありがとうございます。本当にタストロさんね、で、タストロさんね、今回、こうやってせっかく書いてくれたんでね、本当にね、ツイッターの方ね、ツイッターの方を、タストロさんのツイッターですね、は、動画の説明欄に、URL が載せてあるので、そちらから、コンタクトを取りたい方はね、ね、そちらから、ぜひぜひ、お願いします。はい。まあ、タストロさんは、依頼したら絵を描いてくれるとかっていうのはちょっとわからないんですけど、もしかしたら、書いてくれるかもしれないんでね、書いてなんか欲しい人とか、なんかコンタクト取りたいなっていう人はぜひぜひそちらからどうぞっていう感じでございます。はい。いやー、本当にね、嬉しい。とにかく嬉しいですね。いやー、もう僕といえばディアボロみたいな印象があるんですかね、やっぱり。タストロさんもね、なんかこう、ジョジョオールスターバトルの対戦動画でなんかファンになったみたいなことを言ってらっしゃったんで、本当に僕イコールディアボロみたいなそういう印象があるのかなっていうところですよね。まあ実際ね、僕中二病なんで、
まあ実際僕自身もね、ディアボロ一番好きなんでね、好きなキャラクターなんで、特に、なんですかね、そのゲームにとらわれずに、なんかこう、すべてのこう、漫画とか、映画とか、まあいろいろありますよね、アニメとか、っていうのも全部含めて、一番こう自分の中でこうしっくりきて、一番好きな、本当に好きなキャラクターっていうのがディアボロなんですよね。うん、厳密に言えばドピオなんですけど、ね、ドピオはオールスターバトル出てないのでね、コスチュームしか、ね。なんで、とりあえずこの髪型ですよね。うん、この半ドピオっていう感じですかね。片側、ドピオのこう、前の突っ張りがこう、ちょっとこう、下に垂れちゃってるっていう感じのね。うん。まあ、ジョジョファンの方なら知ってると思いますが、ゴブのね、リゾット編ですよね。あれと対決した時に、こう、ボスとして目覚めた、人格が目覚めた時の、ディアボロですよね。顔が実際は影で隠れてて、まあ、髪型がこんな感じになってるんですけども、なぜかね、オールスターバトルではそのコスチュームがね、搭載されてないっていう、ちょっと悲しい現実があるんですが、なんで、ね、アニメじゃなくて、漫画のね、1コマ、1コマしかない、このサッカーのコスチューム、こっちを、選んだのかっていうのは謎ですけどね、運営がね、本当に、ドッピョの服で、こう、顔が影で隠れてて、髪型がこれっていうのが最高に、かっこいいんだ、かっこいいと思うんですけどね。運営は何を考えていたのかっていう感じですけど、本当にね。うん。というわけで、とりあえずですね、まあ、今回ね、このように、すごい素晴らしい、絵をね、描いていただいて、ね、僕は、依頼したわけじゃないです。なんか、1万人突破したら、こんな描いてくださいとかね、その依頼したわけじゃないですよ。はい。本当に、ポッといきなり、ツイッターの方で、遅くなってしまいましたと。なんか、ジョジョのなんか、オールスターバトルの、動画でディアボロの大ファンになりましたと。そして、チャンネル登録者数1万人突破おめでとうございますという言葉とともに、この、画像、イラストですよね。が送られてきました。いやー、びっくりしましたね。本当にね。本当にこう、名前まで入れていただいてね、本当に、こう、事前にこう書いてて、いただけたんだなっていう、くださったんだなっていうふうに思ってね、ほんと嬉しいですね、本当に。いや、本当に、これがね、なんかこう、ほんと励みになりますよね、こういうのをいただけると。そして、実際に1万人突破して、そういうね、なんかこう、ちょっと、まあ、言葉は悪いですけど、なんかこう、ちょっとなんか、有名人気分みたいな、なんか言う、ちょっと有名になってきたかな、みたいな。なんかそんな感じもあって、本当嬉しいです。本当にね。はい。今回本当にタストロさん、ありがとうございました。本当に。これからもよろしくお願いします。本当にね。はい。というわけで、今回はね、サプライズ。思いがけないサプライズということで、ね、本当に。いやー、もう感謝感涙ですよ。本当にね。今回、このような、イラストをね、記念にいただいたという動画でございました。いやー、本当に嬉しいなこれね、本当に、この絵をね、ちょっとね、実際の、この、絵ですよね。なんて言うんだろう。実際の生の、このイラストのね、これをもらって、こういただいてね、壁に飾りたいぐらいです。本当にね、嬉しい、本当に。はい。というわけで、ちょっと長々となりましたが、本当にありがとうございます。タストロさんね。このように、こんな僕のためにね、このイラストを描いていただいて、本当に嬉しいです。もう、カミカミで申し訳ないです。はい、いつもカミカミなんだよ。許してください。本当にね。はい。いやー、本当嬉しい。いやー、本当にね、そういえば、一つだけ言わせてますけど、僕こんなイケメンじゃないです。僕はこんなイケメンじゃないですけど、ただね、さっき言ったように、すべてのなんかこう、キャラクターとかの中で一番こう、ディアボロを、ね、ハンドッピョのディアボロが一番好きっていうね、そういう感じがあるんで、僕の髪型が一応、このディアボロのこういう髪型には一応なってます。片方だけ、
こうだらっとこう長いっていう感じ、うん、まあ、中二病なんでね、あのそういう髪型しててもあの自分では恥ずかしいとは思わないしね、そんな感じでやっております、一応ね、うん、まだあの髪の毛の色は黒色なんですけど、後々、まあ、ピンク色とか紫とかに染めようかなとは思ってますね。はい。ちょっとね、ちょっとまあ、あんまり関係ない話でしたね。とりあえず、今回、はい、このような素晴らしい、すごいめっちゃ素晴らしいイラストをね、いただいて本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。本当にね。はい。というわけで、タストロさんですね。本当に今回ね、このように書いてくださって、本当にもう僕も感謝からもう涙が出てます、本当にね。というわけで、ツイッターの方は、タストロさんのツイッターの方は、動画の説明欄に、載せてありますんで、よろしければ、まあ、よろしければという僕が言う立場じゃないですけど、コンタクト取りたいっていうか、うん、そういう方はね、ぜひぜひそちらからどうぞっていうか、うん、勝手にやっちゃっていいのかなっていう不安もあるんだけど、一応ね、書いてもらったからには、そういうね、ツイッターの紹介とかもしないといけないかなっていう、うん、するのが筋なんじゃないかなっていうのがあるので、一応動画欄に、載せておりますので、まあ、コンタクト取りたいとかっていう人は、まあ、そちらからどうぞという感じですね。はい。なんか問題あれば、タソさんの方で、直接言っていただければ、すぐにアドレスとかはね、削除しますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今回は本当にありがとうございました。本当にね。はい。これからも、ギガプロと、モコタンともども、このチャンネルをよろしくお願いいたします。そしてですね、今後ねもっと皆さんに、楽しんでいただけるようにですね、もっとなんかこうもっとっていうかなんかもっとっていうとなんかプレッシャーかかるけど、まあまあ面白い動画ですよね。なんかこう楽しめるなんか楽しんでいただけるようなこう動画をねこう提供していこうかなと頑張っていこうかなと思っておりますんで、ぜひぜひモコタンとギガプロとともともよろしくお願いいたします。はい。では、今回はこの辺で失礼します。はい。ありがとうございました。